皆さんこんばんは、佐藤隆一です。おうちドラゴンリターンズの時間になりました。今日も、オリジナルの2曲ばかり聴いていただこうと思います。最初に歌うのはですね、アルファベットで AI と書いて、I と読む、AI という歌を聴いていただきます。世界は人で溢れて殺し合いは止まらない。地球は地面を揺るがせていい加減にしろっていう。寂しい王様の寂しい軍隊を夕日が赤く染めて、見えない顔の男たちが今夜も船を出す。女たちのため息で地球が回る。渡り鳥はるか彼方飛び去ってゆくよ。人は迷子、生まれつき迷子、行き先もわからない。なんでどうしてこうなったのかわからない。ただ愛が、ただ愛が欲しかっただけ。その愛を、その愛を分けてくださいな。みんな愛が、みんな愛が欲しいだけ。その愛が、その愛が足りないだけ。よくあることでしょうか。どこまでも信じていたかったのに。涙を流すたび人は脆くなって、秘密を持つたび石になる。帰りたい、帰れない、忘れたい全部。心臓を木枯らしが吹き抜ける夜。人は迷子、生まれつき迷子、行き先もわからない。 AI に聞いてもわからない。ただ愛が、ただ愛が欲しかっただけ。その愛を、その愛を分けてくださいな。みんな愛が、みんな愛が欲しいだけ。その愛の、そのせいで悲しいだけ。ですね、これ自分のギターなんですけど、マーチンの001号というですね、ここマーチンって書いてあるんですけど、これ自分の愛用のギターですね。こちらの
昨日、おとといまで使ってたのがこちらのギブソン。ギブソン。LG1 っていう。これはもうすごい骨董品の、めちゃくちゃ軽自動車が1台買えそうなぐらいのかどうかわかんないですけどね。すごいいいギターですけど、こっち変わり物です。これは俺のギターです。こっちのギターは結構、ギブソンのギターはですね、ヤクザな感じの結構、ビッチな感じの音がしてですね、ジャラジャラ言うんですけど、こっちのギターは割とピアノとかに近いような、まあ、こうお嬢さん的なですね、まあ、フォークにはマーチっていう感じですね。ギブソンはブルースとか、まあ、ロックに結構使われるタイプのギターで、まあ、曲によってね、使い分けるのに違うんですけども、今普段はギター1本しか持っていけない、ないんでね、外に行く時にはね。っていうところで、ここでちょっともう一台ギターを変えてみたいと思います。はい、というわけで、3つ目のギター、これガットギターです。このナイロン弦のギターですね。今クラシックギターです。で、まあ、フォークギターずっと弾いててですね、まあ、いつかガットギター欲しいなと思ってですね、スペイン製のフラメンコギターを買ったんですよ、一度。まあ、そんなに安くもなかったんですけども。で、買った矢先にですね、ツイッターのフォロワーの方からですね、自分のギターよかったら使ってくださいって言って、このギターが送られてきたんですよ。で、これは指向性のギターでですね、ソンジュスモラのギターとは違うですね。もうスペイン製のギターよりはるかにいい音がするんでですね、レコーディングで何度か使わせてもらいました。まあ、ステージで弾くことはないです。ちなみにもう一つアコギがありまして、こちらにあるのはマーチンの、ミニギターといって、まあ、結構半分はおもちゃなんですけど、キャンプとかに持ってくのにすごい小さくていいっていうんで、家でこれ、まあ、練習用とか作曲用に、ずっと使ってき、ました。まあこれは5番です。これは、ミッチョマーチン。ということで、アコギがうちに5台あるんですけれども、エレキの方はフェンダーのストラットキャスターと、ギブソンじゃなくてグレコのレスポールのオールドが1本ありまして、その2本をレコーディングで使ってます。まあ、いっぺんに1台しか弾けないんで1台あれば十分なんですけどもね。ということで、先ほど聞いていただいた、AI という歌、それからこれから次に、人間という歌を聞いてもらいますけど、どちらもアルバム「テンショートストーリー」去年の8月に出たアルバムの中から、お送りしています。まあね、音楽聴いて、まあ、いいなと思ったり、まあなるほどねとかね、あんまり好きじゃないなとか、まあ、いろいろ感想あると思うんですけども、いいねと思ってもそこでじゃあ CD 買ってやろうっていうところまではまたさらに、何ですか、もう一段階あると思うんですけれども、まあ、気に入って、いただけたらですね、 CD とか買っていただけると僕らはそれを原始にまた音楽を作っていかれるんで、そちらの方も応援よろしくお願いします。投げ銭も受け付けていますけれども、まあ、アルバムお持ちでない方は投げ銭よりもアルバム購入していただけるといいかなと思います。じゃあ人間という、大それたタイトルの、主語がでかくてすいませんって感じですけど、秘密があるのが人間、意志が弱いのが人間、嘘をつくのが人間、人人人、欲があるのが人間、怖くて立ち尽くすのが人間、夢を見るのが人間、人人人、今日も明日も同じようにくだらない話をして笑い、一日を生き延びるだけ、人人人、俺はここにいる、くだまでもいびつでも私はここにいる、未熟でも弱虫でも、君
太陽が回る君の周りを世界が回る物語の主人公はいつもあなただ秘密があるのが人間意志が弱いのが人間夢を見るのが人間人人人人間聞いていただきました、今日はじゃあこの辺で、また明日何やるか楽しみにしてください、佐藤隆一でした、おやすみなさい。 Good night.